1965年生、バルトブルク311。初代モデルにあたり、共産圏の自動車としては洗練されたスタイルを備える。1988年生、バルトブルク353。基本設計は20年以上前の1960年代のままという急平な自動車であった。バルトブルクは、旧ドイツ民主共和国に存在した小型乗用車、ブランドである。 東ドイツにおけるミドルクラスセダンとして1956年から長期にわたって生産された名称は工場所在地であるチューリンゲン州アイゼナハにあるバルトブルク城に由来する生産終了から30年近く経つが今なお走行可能な車両が数多く残存しており一部は趣味車によってラリーなどのモータースポーツに用いられているまた ヨーロッパ各地に所有者のクラブが存在している。戦前の DKW 製エニストロークエンジン、全輪駆動車の系譜を引く小型乗用車であり、1950年代、中期まで旧アウトウニオン系工場であった、ザクセンリンクで生産されていた DKWK1000CC9 モデルをアイゼナハに所在した、国営企業のアイゼナハもトーレンベルクに生産移管して、 全面改良することで開発されたモデルである。ザクセンリンクはこれに代わって、一回り小さなトラバントの生産へと移行することになった。1956年に発表された最初のバルトブルク311はニストローク3、秘湯の全輪駆動車というフォーマットこそ DKW の伝統を引いていたものの、1950年代の最新トレンドを組む洗練されたスタイルの小型セダンで、 やはり DKW 系の技術により戦前デザインを手直しした西ドイツ製アウトオニオン車をしのぐモダンさを備えていた。アイゼナ派での開発に際して戦前の BMW やアウトオニオンの技術的影響がまだ残されていたことを物語っていた。1950年代以降の共産権諸国の自動車の多くが同時代の西側諸国の同クラス車に比して性能 デザイン面で劣っていた中で珍しく完成度の高いモデルであり、後にピックアップトラックやステーションワゴンに座席のロードスターなどの派生車が登場するとともに、車体やトランスミッションの更新がなされ、1960年代前半までに西ドイツやアメリカ合衆国など世界各国に輸出された。1965年のモデルチェンジで開発された353は、 311から引き継がれたメカニズム面での進歩の乏しさに比し、スタイリングは共産権諸国の大衆者にありがちなデザイン不在のアンバランスで不格好な直線的形態となった。市場に競合モデルが存在しない無競争状態で積極的改良の必要がなかったため、その生産は若干の改良が加えられただけで20年以上も続き西ドイツで作られる 最先端の自動車との性能水準は年々開いていく結果となった。また、東ドイツに排気ガス浄化などの環境基準、1988年に行われた最後のマイナーチェンジでフォルクスワーン製4ストロークエンジンを搭載したものの、車体もシャーシも旧式すぎてもはや西側の安全基準を満たすレベルになく、また西側の車に立ち打ちできる商品力もなかった。 1991年のドイツ再統一後、工場は BMW ではなく、オペルに買収された。ありがとうございます。